どうも影山です今日はですね推測よりも真実ととといいいいうことについてお話ししたいと思いますえー、っとですねこれどういう意味かと「推測よりも真実」というのはですねこの、えー、人間がねその考えることであったりですね悩むことであったりとかですね えー、そういうことその時間を使ってることであったりっていうのがですねその推測というかその自分の中の,その、えー、妄想であったりその思い込みであったりねそういうものでこう締められてるような感じがこうするんですね。うん、だからその例え何でもいいんですけども、うんどうやろうな。 だから事実というかそういう真実というかそういうものを見てですね悩んだり、えー、考え込んだりするっていうのは、えー、結構少なくてですねそのなんかその勝手に思い込んだりしたりその妄想したりすることでこう悩んだりこう考え込んだりしてることがあるというふうに思うんですね。だからあのー なんなんやろな今ちょっとこういい例が見つからないですけども何、まあ、か怒られたとしますよねな何かでこう誰かに怒られたとしたらそれであの人嫌ってるんじゃないかとかそういうふうにこう考える自分のことを嫌ってるんじゃないかと考えるとするとですねその事実はですねその人が睡眠不足でイライラしてちょっとこう。 起こってしまったっていうのが本間の真実と事実だったとしてもこう受け止める方はですね勝手にこういろんなことをこう考えて悩んだりするんですよねちょっと今の例じゃ分かりにくいかもしれないんですけれどもだからその真実を知ったらあ、それでイライラしてたんかってうそれに対してちょっとなやつあたりすんなよと思ったりしたら別にそれだけじゃないですか それをいろいろ妄想くらいで嫌われてるんじゃないかとかな,なんであんなこと言われたんかとかいろいろあっても真実ってもっとシンプルで別に大したことじゃなかったりするというか、えー、そういうことがこうあってですねその推測よりも真実ですよねだからその真実の方に目を向けた方がいいんじゃないかなということですね。それとですねあのちょっと何かでこう書いた何かに書いてあったんですけどその人間がね こう頭の中にこうずっとこう考えてることっていうのは、えー、現在のこと過去のこと未来のことだっ,ったらですね過去と未来のことを考えてることが40何パーあるらしいんですねその確率的に言うとですね今現在のことに集中してるっていうのはすごくいい状態というかそれがこう本来の状態というかまあまあ,あの本来の状態ととあれですけどそういうのがこう 異常態ですよね自分がそれ仕事に向き合ってやってる時そのぼーっとしてる時間はぼーっとしてる時間で結構必要やったりするらしいんですけどもそうじゃなくてですねなんかこうずーっともう昔の過去のことをずーっと考えてたりですとか未来のことをこう不安に思ってずーっと考えたりとかすることが40何パーあるこれって、ね、結構無駄というかですねあの考えてしまうのはしゃあないけどあ考えてるなとこう気づいてですね 今の方に集中させるというか、そういうこともこう大事かなと。で自分でこうあれなんか過去のこと考えてるなとか未来のこと考えているなまたすぐ切り替えるようにしてますね。 たまにずだからその何か考えなあかんことに対して考えている状態やったらいいんですよね。そ,のそれをあ頭、えー、脳に汗をかくっていうか、えー、そういう状態っていうのは別にいいと思うんですよね。僕の例えばお客さんでこういどことか痛いっていう時にその原因は何人であってこうやからこういうことをしたらどうなるやろうかっていうことを考えるということですね。そういうことをするっていうのは別にいいと思うんですけどもそんなことじゃなくて例えばその。 うん、だから、うん、今ちょっとまたまた例,例が下手ですね下手なんですけどその例えばお客さんが来なくなったとしたらんで来おへんのやろって考えるっていうのはこれ 意味,意味ないというかもうあまりそこに生産性,ない生産性もないしそれを考えても仕方がないというか自分のでできるることをこうやるしかないんですよねその、えー、商売してる場合はですね自分のできることをずっとコツコツやっていくだけなんでですねそのこ来なくなったお客さんのことを、えー、考えてもしょうがないで。どうしてもその 知りたたかかったら例えば電話すするとかですねそういうことをしてどう,どうされてますかって言うなしゃあないですね。で普通の人はそこまでしないんで僕ももちろんしないですけどもだからそういうことっていうのにこう時間を割くんではなくですね,、えー、今,ですね今の現在のことにこう時間を割く、えー、頭を使うというところですね。うん、でそううんそうですよねこれはほんまにそう思いますねいろんなことでこう思います。例えばこう 空手の稽古に行ってて誰々さんが来なくなったとなんで,で来なくなったんやろうなっていうその推測というかそういうことを考えてもですね分、えー、かんないですよね結局その真実はね。で本人さんが久々に来たら、あのー、入院してたとかですね そういうことがわかるんですね。あんでなるほどというところで、そこをこう心配したりとかですね、えー、するんやったら、例えば電話で連絡して真実を知るようにするっていうことですね。その何もその真実を確かめない状態であのいろいろ考えるっていうのがこうあまりこうよろしくないですよね。悪で人間でねなんかこう悪くマイナスに考えるこう性質というか、その、えー、悪いことがあった時のた ことを考える方がですね、このなんか防御できるっていうかなんかそういう脳になってるというかそういうところがあるんでやっぱりその。 考考ええることっていうのはマイナスに考えがちなんですねプラスに考えるんであればまあいいんでしょうけど、えー、人間の性質上マイナスに考えることがあるっていうこともしっかり考えておくんですね。だから未来のことであったり過去のことであってもですね思い出すとそれをこう思い出し笑いみたいな状態やったらまだいいんでしょうけどそれが。 マイナスの感情を引き起こしてしまうことの方が多いんでですねそれやったらそ,のそういうことを考えなくて今に集中した方がいいというところですねそれとその分からないことに関してあれこれ考えてもしょうがないそれやったら真実とか事実とか結果っていうものをしっかり見てそれに対して考えるようにするっていうことですね。それの方が色々と いい方向に行くんじゃないかなというふうに思っております。ということで今日は推測よりも真実ということについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます。